改めまして、どうも、はじめまして、リズ・ヘルエスタと申します。ヘルエスタ王国の第二王女です。真面目で誰にも優しく、かなりの人望がある多い継承の資格者として、日々鍛錬や人とのコミュニケーションを大事にしている。造作もないたわけが、贅沢者が世にそのようなお願いをするとは、そのうち打ち首にするぞ。何見てんだよ何見てんだよそれでは聞いてください。ハッピーバースデートゥーユー、演奏リゼ。感傷イヌイ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悲しい音楽じゃなかった今。え、給料日いや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 、まだですよ。給料日なんてどれくらい働いたんですか？もしかして、一月に一回給料があるみたいなつもりで、うちで働いてました？いやいやいや、ちゃんと雇用契約書に書いてありましたよ。ご給料の支払い3ヶ月に一回って。だから払わないですね、別にね。これで、さようなら。あ、これでいいんじゃん。なんだ、こっちそんな目で見て。そんな目してもお前らの主人は解放しないよ。この私に雑草を宝石と交換で売り渡そうとしてきた、不敬の輩から。愚か者が。食べるか、人参。なんだ、敵からもらった食べ物は食べないってか。お腹鳴ってる音が聞こえるな。うん、あ、貴様今出そう。あ、この私を罠にはめるとはやりますね。見下ろすんじゃねえ。私がキャッチできれば、取れたら私の勝ち。勝ちで、で、これが失敗して、スコーン。ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、違う、違う、違う、ちょっと待って。ちょっと、今のは、ちょっと違うから。ダメだぞ。ふっ。あ、ね、何もなかった。早すぎて見えんかったようやな。うちのリゼの立ち筋があまりに、あまりの、音速を超えた高速により見えんかったよな。ちょっとみんなで撮りたいな。みんなで撮るか。みんなどこを見てるんや今。わからない。上？社長？上か。社長。社長。社長図が高い。社長呼ばれとる。え？図が高い。やがめと。失礼しました。社長。ずー下がった。たわけが、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 あ、たわけが。そのような中途半端な日で、このリゼレスター第二工場を焼き殺せるとでも思ったか。たわけが。第二ラウンドか、良いだろう。たわけが。我ヘルエスタ王国の第二王女ぞ。何？先を回収しに来ました。ツイッター見てない人何のことかわかんないと思うんだけど、私の同期にアンジュ・カトリーナという錬金術師がいまして、夜更かしさんなんだよね。で、昨日、夜中の結構早い時間、1時2時とかの時点で、いやもう今日は眠い、寝るわっていうツイートをしてたから、私が寝てないにヘルエスタの石油資源かけるわって送ったんですよ。いつも、なんだかんだそういうつぶやきをしてても、1時間2時間は絶対起きてるから、漫画読んだり、飛び盛りしたりして。寝てないだろうと思って送ったのに、朝まで返事が、来なかったんですよね。あれ、私、ヘルエスタの石油資源失ったのかな、かけて。ヘルエスタ王国という石油資源枯渇の民でして、とある王女様のギャンブル癖に困っています。どうすればいいでしょうか？
ということで、リゼちゃんのところのね、国民の方からお悩みが来ております。来ますか。これはね、直接聞いてあげるのがいいですよ。いらっしゃい。窓口のものなんですけど。どうしたのかしら。リゼさんですよね。そうよ。ヘルエスタ王国第3工場、リゼヘルエスタであるぞ。多分リゼさんなんですけど、うん。ギャンブル癖が終わりのようで。たわけが。頂点に立つ者が自由でなくて何が悪いのか、私を見て国民はどう思うかしらね。うん、まあ、やめていただきたいっていう意見が。憧れの対象でなくてはいけないの。そう、自由にギャンブルができる。そんな自由のない工場、誰が見てどう従おうと思う。やめてください。であるぞ。何か。ありがとうございました。うむ。すいません、なんか忙しいところね。私が第一、第二、第三工場、リゼヘルエスタである。マザー3をね、プレイ済みのね、とあるライバーさんに、じゃあもしつけるとしたらどこでつけてほしいですかって聞いたら、兄でつけてって。チャイカさんですね。お兄ちゃんの名前をじゃあチャイカさんにしとこうかな。まあそっくりってよく言われるしね。兄上、今日はゲストをちょっともう閉じ込めときました。準備万端っす。お、閉じ込め、どこに一体？どこから出てくると思いますか？まさか？おゲスト事前に用意しておきました。必要だと思って番組にはだいぶ弱っているいやなんかここ2人に終わらせたらもしかして乗っ取れるんじゃないか本物の方確かにちょっとあれですね、ちょっと弱りすぎじゃないか。何日前からですかこれ。何日前から椅子に閉じ込めてるの。水も与えていないのか。ヘルエスターのなんだその捕虜の扱いとかどうなってるんだこれ。法律ないんで特にそういう法律ないんで恐ろしい国だよ。最後に私から貴様らへプレゼントをやろうじゃないか。何ですか。この芽の出たジャガイモをやろう。うわーうわーすごい芽が出たジャガイモだ。毒があるぞ。うわー食べさせてはい、うん、王族課のリゼヘルエスタです。どうもこんばんは。ギャンブル癖に困ってらっしゃる方がいるらしいんですけど、はい、あーなるほど、はい、そう、なんかどうすればいいのかなっていうあれ、でもこちら偽物ですよね、はい、さっき本物に会ってきたんですよ、あ、なるほどすごいイキリバイクの音が聞こえたんですけどやっぱり偽物だからですかね。住んでる場所もしかして今それまあ、ね、花畑チャイカよ。あれチャイカさん、チャイちゃん、チャイちゃんなんかすごいとこ住んでない。音すごい。ちょっと環境音が入って申し訳ないと思ってる。環境音が入ってるけど大丈夫これくらい日常茶飯事をスラムでは。なるほどな。チャイちゃん、チャイちゃんスラムに住んでたね。何かしら。スラム街に毒をまけ。スラム街に毒をまくよ。相手ベンチに毒をまけ。スラム街に毒をまけ。スラム街に毒をまけ。スラム街に毒をまけ。うわあ、あのセリフだー。